どうも山田です。本日はですねアドベンチャーウィークの最終日であるんですが、それと同時にですね本日11時からリサーチデイ開始しております。こちらですね普段だったタスク、卵かしか入手できない、チゴラスアマルス、これが野生で出現する。さらにですねタスクですよねの中身がこの4時間の間ですね、全部イベントタスクに、ほぼほぼ、切り替わってるのかな。全部ごめんなさい言い過ぎました、さっき違うの拾ったんですけどもあれですね、ズガイドス、タテトプス、この辺がですね、入手できる、タスクが大量に出てくるという、しかもこれがかなり簡単ということで、非常に厳選チャンスですね。候補対地色違い狙っていきたいなということで、本日はですね、屋外ちょっと出てきているんですけど、暑い、めちゃくちゃ暑い、今日カンカン照りでございます。それでもねタスクやっていきたいんでね頑張ろうと思うんですけどもね。でですね、すでにタスクをですねこのロケ向かう途中でね回収したんですけども、見てください、リサーチデイって名前ついております。はい、この名前がついたタスクは、今回のイベントこの4時間限定となっております。まず真ん中開けてみましょう。はい、ズガイドスですね。今回嬉しいのはズガイドスも、タテトプスもねこうバンバン出てきてくれるので、まあ色違い厳選って意味でももちろんなんですけれども、ズガイドスなんかはね岩の最強アタッカーにね、なれる存在ですので、目も個体値いいやつも欲しいという感じですよね。なのでとりあえず4時間頑張っていこうかなというふうに思います。シグラスアマルスに関しては卵である程度個体値いいやつは引けているので、どちらかというとそちらじゃなくて僕はね、ズガイドスタジェットプス狙いで頑張っていこうかなと思います。でこれジムバトルでもいけるんですよね。なんでちょっとジム少し攻撃しちゃいましょうか。はい、 OKオッケー、すんだすんだすんだ、よしよしよし、はやっ、じゃあ開けてみよう、色違い来い、あ、青いですねズガイドス連チャンか、タテトップスよりズガイドスの個人的には欲しいからね。はい、こちらもイベントタスク、お、タテトップスくん、いらっしゃい。ノーマル、いいでしょ、色違い、通常か、ほい、2連立てちゃうんですね。3連、1個目、立てちゃう、すごいです、立てちゃう。とりあえずもうすぐ1時間終わるんですけども、最初の時間は確かアンマルスが出演する予定なんですよね。アンマルス、チゴラスがずっと入れ違いで1時間野生で出る可能性があるんですけども、いない、確率あんま高くないっぽいですね。だからチゴラス、アンマルス狙おうと思うと結構闇かな。あ、待って、出た、いた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 、これお香だな、あおー炊いてたお香からアンマルス出てきてくれました。1000か1500、確かタスクだとこんな高くないよね。いいじゃん、 CP 高い、これでね個体値もね10、10、10以上だったら非常に美味しい感じなんですけどね。さあどうでしょう、アマルスさん強いかな弱いかな、どうかな、せーの、やっぱしょ、うん、なるほどねなんか急に心身湧いたな、なんだろう、確率が変わったのか、それともさっきまでの俺の運が悪かったのか分かりませんけども、よいしょ、 OK、 サインレーナイス、ご飯食べてたチゴラス出ましたびっくりしたね、はい、もう12時過ぎましたね、もうこの時間終わったら折り返しか、なんかあれだな、タスク狙いがやっぱりこのイベントは精神衛生上良さそうだな。よいしょ、天気ブーストチゴラスですね。あんまりブーストかかってほしくないけどね、正直ね、えい、オッケー、すしゃきた、結構美味しいぞね、イベント折り返してもないんですけどね。でタスク、ちょっとかかるやつとかも多少はあるけど、でもなんかねサクサクこなせてて、じゃん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 縦トップスズガイドス取れてて、色違いも出る、最高じゃん、よいしょ。なんかね人によってはねだいぶ色違い確率高いという、そういう声も来てますね。もしかしたらそのリサーチでということで、リサーチの色違い確率上がってるのかもしれないですよ。ということで、色違い縦タップスゲットでありがとうございます。さ
378と。お、強い、最高ですね。よっしゃ、じゃあちょっと引き続きね、タスクバンバンこなしていこう。はい、7束9連、イベントまだねやってます。最終日ですけどね、アドベンチャーウィークプロ等がアーケン欲しいんでね、色違いで狙ってます。でチゴラさんもあるし、こっちでまあぼちぼち出てるんで、実はねあれなんですけどね、個体自体はねそんなにいなくてもいいんですけど、まあ、強いやつが野生出たら今日いいけどね。プロ等がアーケン、あのね、色違いじゃないのはまあまあ見かけてるんですよね。なんですけどちょっと普通に出てない、ほら通常の色はね出てきてくれるんですけどね、色違い出ないね。今日とかもね、まあ、あの歩き回るんで、なおー、なんかいつもより生まれてるな、まあ、今日ね助けながら歩き回るんで、その間に卵割りたいなって思って動いてるんですけどね。出た、つぼつぼ。つぼつぼは本当にいらないんだよな、まあ、色違いとか出たらそれ嬉しいよ。うれなあ、褒めたら来ちゃう、こいつ褒めたら出てくると、褒めたら伸びるタイプなんだけどね、簡単に伸びちゃうからやめてほしいのよ。プロ島がアーケンなのよ、こっちとら欲しいのはね。まだちょっとダメ、すごいな飛行機が。さあ、アマちゃん、さあ、幼稚園が見たいな。まあ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 平均的な感じですね。出た、嬉しい。今回出したかったんだよな、まあ、両方ともね色違い結構その報告あったんで、ズバイドスもタテドプスもちょっとさあ揃えたいなと思ってたんで、上々じゃないですかこれ。おお、しかもクリティカルありがとうございます。はい、というわけで色違いくつ買い出すゲットぜ。よっしゃ、どうだ743は弱いまあでも進化させようよ、せっかくだからね。はい、やった、こうなってくると高校大地も欲しいよね。まあでもあと2時間ぐらいはね全然タスクやれるから、そう思ったらなんかワンチャンあるよね。かっちょいいね、もう青のポケモンが赤になるとかさ、もうシンプルかっこいい。いいしょ、気に入ったらく、色違い2匹目やったぜ。高架下なんです、グールザック、すいません。めちゃくちゃ雨降ってきたんですけど、どうしたもんかね。あ、個人的にはあとその欲しかった色違いが一応1匹ずつ出たんで、そういう意味ではまあなんか、まあ、多少振られてもまあまあぐらいの感じではあるんですけどね。よいしょ、でございます。もうちょっとね雨怖いなと思って、機材怖いなと思って、あの電車乗ってまあ普通に来たんですけど、まああのもうすでにちょっとやみ始めたので、じゃあ気にせず、あとまあポケストップですよね、あの秋葉の方に来たらまた触ってないやつがいっぱいあるんで、ちょっとそちらの方で早速こなしていこうかなと思います。でやっぱりさ、色違い確率高いって、あれなんか僕のやつはその動画で映しただけだけど、本当にですね、今回参加しているタスク、このリサーチデーでタスクがこなしている人たちの意見でもうぶっちゃ出ましたみたいな意見とか結構ね出てきてますね。いいイベントですよし、じゃあもうちょっとね、やっていこうかなというふうに思います。タスク頑張ろうと。でかい、これで 2-2 ですね、両方とも1匹ずつ。あ、じゃあなんでだよ、確率むちゃくちゃ高いですね。まあのコミュデーとかに比べるとね、そのタスクなんで数は稼げないんですけど、その分タスクカーの色違い確率はググッと高い感じしますね。お、5匹目最高。また出ました。
これで5匹目色違いですね。すごい。なんか多分もっと効率よくね回れば、4時間ちゃんとぐわー回ってればマジで色違い10ぐらい狙えてたんじゃないですか。激アツ。はい、コミューデーより調子いいですね。ただの雨足がまた戻ってきましたね。ダメ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 、むちゃくちゃ降ってきた、むちゃくちゃ降ってきた。ちょっと逃げなきゃダメだ。はい、ということで、今回のですねこちらのイベント、リサーチデイですよね。始まった一番最初はね、あれなんか少ないんじゃないのみたいな、アマルスとチゴラス少なくてちょっと微妙なんじゃないのと思われていたんですが、ご覧ください、タスク7、色違い7ですよ、タテトプスとズガイドス。いやー、大量大量。これちょっと想像していなかった感じですね。でもまあリサーチデイなんで、リサーチの方の色違い確率が高いと思えば、まあ確かに納得ではありますよね。これまたやってほしいな。まあ色違い確率結構高いように、コミレ以外のところでやってくれたりとかね、してくれたら、あとは普段休みで出ないやつ出るよみたいなやつちょこちょこやってほしいですね。ね、今日結構楽しかった、想像以上に楽しかったです。ということで個人的にはすごい大満足のイベントでした。楽しかったです。ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はTwitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。